私たち全国空襲連としては戦後75年の今年こそそして全国空襲連としては結成10年目の節目にあたりますのでなんとか実現をと思っておりましたがそれがかなわなかった京都代表の一人でもありますし空襲被害者でもあります吉田よりご挨拶をさせていただきます。 過去何回も廃案を繰り返してきた援護法は今国会で法案提出がされることを強く望んでおりましたがまたしてもダメでした悲しいです日本の国は軍人や軍属の人には手厚い保障を吹く今も続けています民間人の被害者はいつまでも放置され続け なぜ向き合ってもらえないのかどうしても納得ができません米軍の B-29 戦闘機が落とした焼夷弾で民間人の命が奪われたのは間違いがありませんが国策を誤った日本政府にも殺されたと思っています大切な命を奪われ生きることのできなかった人たちに 一番に申し訳なかったと謝ってほしいです謝罪と補償を直ちに実行してほしいです戦後七十五年の節目の年を迎えていますあの日から空襲被害者は国からは一度も補償を受けることはありませんでした立法府としての役目を ぜひ全うしてくださることを願っています私たちは本当の戦後を迎えたいのです私たちが使える時間にはもうゆとりはありません